グルイフはポーランド海軍がフランスより購入した嫌い不説艦で同型艦はない。艦名はポーランド語でグリフォンという意味。本艦はポーランド海軍が自国の沿岸防護のために1933年度海軍計画で1934年にフランスのノルマン社に発注した艦である。建造は ノルマンシャルワーブル造船所で行われて1938年2月に、竣工して、ポーランド海軍に引き渡されて収益した。本艦は、沿岸部で、航路閉鎖のための機雷敷設を行えるように喫水を浅く設計されており、高速を必要としないので機関は低燃費で、小型化できる、スルザー車のディーゼル機関を採用したために、機関区が短くなり、 船体中央部には平時に練習艦として使用できるように上部構造物に乗員以外の60名分の居住区を設けていた。本艦の模型。特徴的な手法配置と機雷投下レールの形状がわかる。船体形状は波浪の少ないバルト海で使用するために平ら乾板型船体を採用してコストダウンに努めている。 傾斜の強いクリッパー型艦首から甲板上に、主砲の、ボフフォースモデル 193612cm 速射砲をお棒立てのついた連装砲がで一気配置した背後から、環状構造物が始まり、12cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで背負い式配置された。頂上部の見張り所には、 即挙偽一機を乗せた風雪厳しいバルト海での運用に耐える重厚な箱型環境の側面には近接器としてオチキスモデル 1929-13.2mm 機関銃が連装砲画で片毛に一機ずつ計二機が配置された。船体中央部には簡素な三脚型の全部マストが立ち、その下は関西艇置き場で全部マストを基部とするクレーンが 片桁に一気ずつ、軽二気により運用された。関西手置き場の直下は、候補生の居住区となっており、中央部に、単小灯台を兼ねた、後部見張り所。本館の機関は、ディーゼルのために煙突を模した、排気管一本が立つ。の後方には、露天の後部即居技所があり、それを挟み込むように、ボフォース4センチメートル機関砲が、 連装砲がで並列で2機が配置された。上部構造物の最後部に1 2トル速射砲が棒立ての、ついた、単装砲がで1機、その下の後部艦端上に1 2トル速射砲が棒立ての、ついた、連装砲がで1機で、後ろ向きの背負い式配置となっていた。3番4番手法の側面から完備にかけて、機雷投下用のレールが片言3つずつ、計6機あり、 最大で600発が搭載できた。機雷は台車に乗せられ、レール上を滑って艦尾から投下された。写真は、現代に残る、ボフォースモデル 19362cm 速車砲の連装砲が。本館の手法には、スウェーデンの柿メーカーである、ボフォース車の、ボフォースモデル 19362cm 速車砲を採用した。この砲は、 本艦以外にもグロム級駆逐艦の手法にも採用されている優秀法である。その性能は重量 24.0kg の砲弾を行角30度で19500メートルまで届かせることができた。方針の不行能力は行角30度、深く三度で砲賀の旋回角度は300度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は人力装填のため毎分10発であった。他に近接防空火器として同じくボフォース車のボフォース 4cm 機関砲を採用した。その性能は重量 0.93kg の機関砲弾を行四45度で射程 9600m まで最大行角90度で高度 1180m まで飛ばすことができた。砲賀の不行は 行角90度、深く15度で360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限された。これを連装砲画で2機を搭載した。他に、機関砲の社会をカバーするために、フランスの兵器メーカーオチキス社製の、オチキスモデル 1929-13.2mm 機関銃を採用した。その性能は、 重量 51g の弾丸を行角45度で 7200m まで、最大行角90度で、最大車高 4200m まで届かせることができる。この方を連装砲がで2機を装備した。砲がの不行能力は、行角90度、深く10度である。旋回角度は360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。 砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で補助に人力を必要とした。発射速度は毎分200から250発である。写真は現代に残るポーランド海軍のミーナカンタクトイ WZ-08-39 型機雷。他に航路閉鎖用に機雷は常備で300発で戦時には600発を搭載できた。 本艦は、平時は、グディニャで、機雷布施設関係練習艦として運用されていた。1939年9月1日、グルイフは300個の機雷を乗せて10隻で臨時の、船体を編成して、ヘルハン南東沖への機雷布施設に向かった。だが、その途中で、ドイツ空軍の急降下爆撃機、ユンカース18733機による攻撃を、受けた。 直撃弾こそなかったものの、資金弾により総海底一隻が損傷し、グルイフでも戦隊指令を兼ねる艦長以下21名が戦死した。グルイフの機雷は爆撃に伴う火災で誘爆を防ぐために海中投棄されて、グルイフはヘルへと向かい、損傷がひどかったグルイフはそこで放題とされた。9月3日。 ドイツ駆逐艦レーベレヒト、マース、ボルフガングツェンカーが現れ、グルイフやビヘル、ヘルの砲台と交戦した。この戦闘でグルイフには2発の命中弾があり、上員4名が戦死した。同日、グルイフはドイツ空軍による攻撃で撃沈されたが、推進が浅かったため搭載火器は回収され、ヘル半島の防衛に用いられた。 第二次世界大戦後の1957年に民間業者に売却されて不養され、1960年に解体処分され一部の武装はポーランド海軍博物館に保存された。ありがとうございます。